はい、みなさん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。元気ですかまあ、実は私、先週、ずっと風邪をひいていました。結構声が、喉がやばくなって、で、ほんとね、私、今まで、風邪はね、もう多分2年か3年は、ひいてなかったんですね。でもほんとね、久しぶりに風邪をひいて、で、喉がね、すごく痛くなりました。で、 熱は一日で下がったんだけど、ほんとね、その後ずっと喉が痛くて、でももうほとんど良くなったんです。はい。まあ結構薬もね、ちゃんと飲んだので良かった。で、この薬がね、結構効いたんだけど、これ風邪薬ね、私が買ってきた。で、これをちょっと見ながらね、今日は皆さんに風邪の時の単語、よく使う風邪の 単語をね、教えたいなって思います。そう。まあ結構ね、楽しくできたらいいなって思っています。で、まあ、私ね、この薬ね、ファーマシー、薬局で買いました。日本の薬局ってスーパーマーケットみたいなんですよね。皆さん知ってますかよくね、ドラッグストアって言います。ドラッグストア。でも、あのドラッグはね、売ってないですよ。あちゃんとね、こう、 風邪の時の薬とかお腹が痛い時の薬とか病院に行かなくても結構ちゃんとした薬が買えます。でもちろん病,人病院に行かないともらえない薬はたくさんあるんだけど風邪をひいたりとかよく使う薬とかは本当ね何でもドラッグストアで買うことができるんですね。しかもドラッグストアはね食べ物とか 冷凍食品とかお菓子とか必要なものもう洗剤とかちょっとした服とかペンとか何でもあります。めちゃめちゃ便利なんです。そう。で、まあ、この薬もね、買えて本当に良かったです。じゃあ、えー、そうだね。この薬の箱に書いているフレーズをね、ちょっと読んでいこうかな。まずこれ、風邪薬って書いてあります。 風邪薬。だから皆さんね、どうしても頭が痛い時、風邪をひいた時にドラッグストアに行って、すいません、風邪薬買いたいんですけどって言ったら、お店の人がちゃんとね、おすすめしてくれます。いろんな種類があるからね。で、この風邪薬は、特に喉の痛みに効くらしいです。喉の痛み。あと、発熱。 咳、鼻水にってて書いてありますね喉の痛み発熱咳鼻き鼻水に発熱っていうのは熱が出ることね熱があることを発熱って言いますまあほんとね私咳がひどくて今回で痰がねものすんごく出ましたで痰はミューカス多分鼻水とかがその喉の後ろでこうたまってう。 で口から出る <laughs> 汚いね痰がねものすごく出ましためちゃめちゃ大きい痰とかね <laughs> あの言ったら気持ち悪いんだけどたくさん出たんですねで今も少しあるんだけど本当良よくなりてますうんでここに「錠剤」って書いてありますね見えるかな?錠「錠剤」「錠剤」「錠剤」はまあタブレットのことでふ普通に薬って って言っていいと思う錠剤はちょっと書き言葉で話し言葉では使わないかなで1回2錠1回に2錠飲んでくださいで薬のタブレットは1錠2錠3錠って数えます1日2錠飲んでくださいで確か大人はねこれ1日3回飲むんですね1日3回 朝、昼、晩。で、え一、ー、回に二錠飲みます。うん。で、この薬は、辛い風邪の症状の原因、かっこ、炎症を抑える二つの力があるそうです。<laughs> 辛い風邪の症状、症状はシンプもんね。で、原因は cause とか reason ね。 辛い風の原因。で、ブラッ c 炎症。炎症は何だろうなインフラメーション私は多分喉に炎症があったんですね。喉が赤くてちょっと大きくなる。炎症。まあ、腫れる。腫れるでいいかな腫れること。スワロンスワロンスロ l l 喉が腫れる。それを、炎症を抑える。抑えるはなんかカムダウンね。抑える二つの力。 イブプロフェンとトラネムサム、トラ、トラネキサムさんこれはいいね。<laughs> これは薬の名前です。そういう薬なんですね。そうだね。こんな感じか。これだけもう言葉がわかってたらもう困らないんじゃないかな。あの結構ね、ドラッグストアの人って優しいのよ。ちゃんと薬のことを知っている人が働いてるから、いろいろね、どんな薬がいいかとか、 例えばすごく似ている薬があったら実は A の薬の方が高いけどでも入っているものは B と同じなんですよとか教えてくれるんですよねすごい助かりますあと体温計ね体温計サモンメーター体温計も必要だね私今体温計の電池がなくなったんだけど私は38度 ままでありましほんとね38ちょっとだから熱はねそんなになかったんだけどほんとね喉が痛かった今もねあの喉スプレーとか喉飴とかよく使ってます今もねなんかもう咳がが <laughs> う咳が出そうなんです私1週間前に風邪をひいてでね昨日からちょっと私の彼氏が私と同じようにあ喉が痛くなってきてねちょっとやばいんですねかわいそう うん、やっぱり一緒に暮らしてるとねなかなかこれをねやめるのは感染するって言いますね to get インフェクティ d 感染するだから私の彼氏も感染しました多分今なんかすごい熱くなってきて体の力がなんか下がっちゃうんだと思うだから多分風邪をひきやすいんですね皆さんもあの気をつけてね 天気が変わるときは本当に気をつけて自分に優しくした方がいいと思います。はい。今日も勉強お疲れ様です。今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次のエピソードもぜひ聞いてください。いつもありがとうございます。皆さん良い一日を。またね。バイバイ。